小事務学科2年の池田由美と申します。私は旅客業の駅業務従事員のお仕事から内定をいただきました。面接で心がけたことは、第一印象がよく見えるように表情やお辞儀がきれいに見えるように心がけました。誰よりも早く仕事を覚えられるように仕事を精一杯頑張りたいと思っています。